はい、えー。ホワイトベース館内放送でございます。はい。えっ、ー、とですね、今日のテーマはー、先日ですね、池袋暴走事故。はい。で、えー、飯塚被告ですね、えー、禁錮5年という判決が出たということについてですね、えー、皆さん、皆さんどう思いましたかはい。これをですね、えー、率直な意見、 あの、全然偏ってても個人的でも構いませんので、えー、ちょっと聞いてみたいなと思いまして、あの、もしよかったらコメント欄書いてください。はい。えメンバーの方はですね、えー、メンバーのタブの方からですね、コミュニティに書いてあったと思うんですけども、はい。そちらでも構いませんので、えー、ご意見いただければと思うんですけど、 あの、まず、この、禁錮5年というものなんですけども、これ、休憩金庫休憩の、実刑で7年ですね、の休憩のところを5年だったということなんですけども、 禁錮、えー、5年、えー、これ実刑判決。実刑判決は何かというとですね、執行猶予がないというものですね。えー、刑が決まったらもう即座に収監されるというところなんですけども、あのー、これがその、ね、甘いと、ね、えーうん、不相だと、もっとね、厳、えー、罰を重ねばっていう意見をですね、非常に見かけるんですけども、 あのー、実際現行の法律だとこの禁錮5年というのは最も重いです。はい、えー。最大限になります。はい。で、その最大限の上限というものを超える刑はですね、法治国家においてはありません、えー。それはいかにね、国民感情がどうあっても、特例として最大限の刑をですね、さらに増やすっていうことはやっぱりありえないんですよ。ありえないし、あってはならない。 えなので、気持ち的なところはどうあれ、え、ま、飯塚幸三さんね、このお年寄りの方はですね、え、ま、最大の刑をですね、服することになったというですね、ことになってます。はい。で、それに対して、あの、喜んでる人たちね、あの、ざまあみろと、喜んでる人たちね、え、も見受けられます。はい。 で、えー、まあ、あのー、完全懲悪、ね、悪い奴を懲らしめろという感情からすれば、あのー、いたか方ないしと思うんですが、えー、ちょっとね、踏みとどまって考えてみませんか、ということを僕は言いたいわけですよ。はい。別にこの、飯塚幸三さん、まあ、さんつけてもつけなくてるんですけど、この飯塚幸三被告ですね、を、あの、弁護したいとか、擁護したいとかいうわけでもなく、僕はもう当然、 ね、えー、事故で亡くられた方々、えー、それからあの、裁判のね、えー、関わっていらっしゃる皆さんもそうです,ですし、えぇ、被害者の人たちの気持ちっていうのをですね、もう、あの、想像する、まあなったことは、ね、自分がね、同じ立場になったことはね、想像するだけなんですけども、非常に痛ましい事故ですし、あの、もう、もう想像を超える悲しみの中にいるだろうなということは、えー、非常にいい、 理解してるしこん、こんな事故がね、本当起きて欲しくないというふうに思ってますんで、えー、決してその飯塚幸三被告をの擁護するつもりはないんですけども、皆さんがやっぱり被害者側の心情に立ってって言ってもね、あの、なんか、うん、どうもその肉親ばっかり誇張しすぎるから、あ,あまりこの、 立場に、被害者の気持ちに慣れてるとは、まあ僕言いづらいと思うんですけど、逆にこの飯塚幸三被告側の立場に立ってね、ちょっと僕想像してみたんですけど、そしたらやっぱ非常に恐ろしいわけですよ。何が恐ろしいかっていうと、いいですか皆さん、交通事故の被害者になる。じゃあ、今日ね、3時間あげますんで、交通事故の被害者になってきてください。 って言われたら、慣れますかね。いや、自分から車にドーンって突っ込んでいくとか、それは被害者という当たり屋になっちゃうから、そういうのじゃないよ。普通にルールを守っていて、普通に交通社会で、あの、歩,歩行者としてね、普通にやってて、3時間以内に事故にあってこいって言われたら、これ非常に難しいと思うんですよ。あの、確率はほぼゼロだと思います。はい。 じゃあ、交差点のね、横断歩道のところ,のところに、ね、人が待つところね、に、の歩道のところに、24時間経っててください。24時間経ってても、絶対に事故起きない方が確率としては高いわけ。でも、じゃあ、5分あげます、ね。5分あげます。この車で誰か人を引き殺してください。ね。まあ、法律で良、ね、いい悪いは別としてだよ。 あのまあ、のこのディオ様はこのディオがいいと言っているのだみたいな感じで、えー、もうやってこいと、やっていいですよっていう状況になったらどうか、そうすると、車で人引き殺すって、多分ねあね、なんか池袋とか新宿とかやったら、もう5分もいらないよねもうあの、すぐ誰かに怪我させることっていうのはできると思います。はい で何が言いたいかっていうと、交通事故っていうのは、被害者になるよりも、加害者になる方が、もう、何万倍って簡単だっていうことの話なんですよ。これは。わかります皆さんあの、こういう交通事故で、被害者側の心情になっていくっていうのが、やっぱりこう、普通だと思うし、そうあるべきだと思うんですけども、自分が加害者になってしまったらどうしようっていうふうに、 想像して、この事故の顛末、もし自分がね、90歳ぐらいになったとして、これと同じことを起こしてしまったらどうしようってね、いうことを想像してみてください。すごく怖いと思いませんかで、いや、そんなこと絶対あり得ないよ。可能性ゼロに近いよっていうのは、年齢が90歳っていうふうな条件を入れると、途端に可能性は高くなってしまうわけですよね。 これ被害者になるよりも加害者になってしまう確率、皆さん僕も含めてかなりあるわけですよ、その可能性が。だからそこからこう考えてみるとですね、いろんな問題がやっぱり浮上してくる。で、もちろんこの人、飯塚幸三被告個人の問題ではもうなくなってると思うんですよ。ここまで 日本全国一丸となってね、この事件を注目しているとなると、この飯塚幸三被告本人、それからその家族、親戚、今まで関わってきた会社、勤めた会社、取引したところ、飯塚幸三という人が関わってきたところ、すべてが批判の対象になる可能性が大いにありますよね。今そういう世の中ですよ。 ね、この人はね、おそらく、た、あのーまあ、多分おぼけになっていらっしゃる、蝶谷鬼太郎さんも言ってましたけども、おぼけになっていらっしゃるって言葉はね、な,んか,なかなかすごいなと思うんですけど、まあ、認知症とか、ああいう加齢、まあ、による何かしらの,そのもうおかしくなっちゃってる状態にあると僕は思うんですよ。あのーまあね、答弁のやり取り取を いろいろこう抜粋した文章聞いてない、読んでないけど、どれ一つとってもまともな受け答えではないわけですよね。ね。で、まあ言ってることも2点3点する。じゃあそういう人が、あの、普通のね、普通、頭、頭普通、もう別に認知症でも何でもない人と、責任能力がある人と比較してね、こういうそのもうよぼよぼの、 もう、あの、もう、もう数年先、もう自分のことも分かんなくなっちゃうよ、かもしれないような、こういう老人で、責任能力がどう違うかっったら、もう、これ火を見るより明らかだし、じゃあ、そういう人、そもそも車に乗せてよかったのかっていうですね、そもそも論に発展すると、絶対的にノーなんですよ。それは。ね。じゃあ、でも、そうするとね、少子高齢化社会だからね、あの、いきなり車乗れませんってなっちゃうと、いろいろ弊害が起きる。 ね。だから、老人でも安心して運転できる車を開発してほしいと思います。って、まあ、言ったとしましょうよ。まあ、こういう、こういうふうな思いで、そのセリフを言ったとしましょう。まあ、それに関してはもう袋叩きだったでしょね。一理あるんですよ。その、老人でも運転、安心して運転できる車。 っていうのは一理あるんですよ。なぜか、さっきも言ったように、認識能力、認知能力ね、そうしたものが恐ろしく低下している状態、それ、自覚がない。それでも車に乗ってる、乗らなきゃいけないっていう高齢者っていうのは、あの、別にデータがあるわけじゃないんですけど、たくさんいると思うんですよね。いやそこに対してのメーカー努力っていうのが、普通の車よりもたとえ高くなってしまうとしても、 やるべきだっていうのは、皆さん、それはノーではないと思う。僕も自分のハイエースにこれでもかと補助ブレーキつけてます。なんとかセンサーとかなんとかつけますか、つけますはいつけます、はいつけます。で、オプション料金だけで何十万っていきましたけど、僕自分が日々衰えていくのが分かってるし、あの、ね、い、今の42と、 これが10年後の52歳の時で、今と同じポテンシャルなわけがないし、32歳の時よりも,も確実に劣っているわけだから、あの、ね、あの、おちんちんもね、それもね、今持ったでしょあの、拾うよ。で、まあ、劣ってる、そう、置いといて、劣ってるわけだから、ね、あの、せっかく真面目な話してる時にね、だからやっぱりその、機械でなんとかなる部分っていうのは、お金を出してでもやっぱつけようと思うのよ。 ね。で、それに対して、あの、メーカーが努力するっていうのは非常にこう、いい形だと思うし、それでお金がかかってもいいじゃん。だってさ、年取って払う金があるんだから払えばいいじゃん。墓まで持っていけないもん。ね。で、それをこう、使うことによって他の人は怪我しないんだったらね、可能性が減るんだったら、そうするべきだと思うのね。 これ、免許制度を変えて、あの、例えばね、70歳以上の人は更新1年にするとかね、そういうのがあるかもしれないよ、今後ね。あったとしても、それだけではやっぱ防ぎきれないと思います。はい。だから自分自身、その、衰える認識力が低下するって多分自覚できないんですよ、おそらくは。 事故ったり危険なところ危険な思いをしてああ危なかったもしかしてって思う人はもう半数ああ危ねまあいいやってそのまま運転しちゃう人はもう半数っていう感じです、はい、だからね皆さんねあのこれ本当とこの事件を見て僕が思ったのはまず自分が今老人ではないそういう自分の危機管理ね 赤信号で横断歩道を渡らなければ安全なのではないんですよ。赤信号で横断歩道を待つときは、一歩が二歩下がる。ガードレールの内側にいる。とか、ね。何かしら、その、おかしくなってる人が、ルールを守らない、守れない、逸脱する、暴走する、 そうした状態でこちらに危害を及ぼすかもしれないっていうのを常に想像して行動するべきなんですよ。僕、危ない国にしばらくいたっていうのもあるし、危ない地域で幼少期を過ごしたっていうのもあるんで、これ自慢するわけでも何でもないんですけども、もう他人の動きとかってものすごく敏感なんですよ、僕。実を言うと。電車の駅のホームね、先頭絶対並びません。僕、絶対並ばない。 で、横断歩道もよくね、ちょっとはみ出して待ってる人いるでしょあれも絶対やらないです。はい。なんでかっていうと、中学校の頃それやってるやつは一人引かれてます死な。死ななかったけどね、そいつね。引かれてますね。はい。だからやっぱりなって思ったし。遠回りしてでも安全な道を選ぶ。それから自分が道を歩いていて、前からね、外、柄の悪い集団みたいなのが、こっち、何人かこっちと目合わせたら、厳ビを返して別の道を行くとか。 あのハンドバッグとかね、あのカバンとか常に手で押さえるとかあの、危ない地域ではサンダルにで行かないとかね、要はそのサンダルって非常にこう防御力が低いし、走ることもできないから逃げられないからっていうのがあ,のあります。はい。車で言えば速度と車間距離ですを、ね、12分過ぎるほどに取るとかねあの。日本人ってね、そういう危機意識、危機準備って 管理能力って苦手なんです、すごい。ね。これはね、人混みを見ると分かります。観光地に行くと分かります。日本人って人混みとか観光地とか歩くときにこうやって歩いてるんですよ。こうやって。こうやって、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 あれあれ、て、あはははって歩いてるんですよ。でも不思議なことにお互いぶつからないんですね。これ、これ特殊能力だと思うんですけども、あの、もう、 襲っっってててくださいって言ってるようなもんです、はい、だから海外にそういう日本人そのまま連れてくと一発で日本人って分かるどんなに外見がねあの韓国人中国人と似通っていても一発でその動きで日本人って分かるんですよぼーっとした顔でこうやってこうやって口半口上げてこうやってこうやって見てからこうやってこうやって見てるからこれあの後進国とか危険な国に行くと皆さんどうやって歩いてるかこうやって歩いてます こうやって歩いてます。はい。まず、半口開けてあちこち見ながら歩いてる人はいません。前見てちゃんと歩いてます。でも、ボコボコぶつかるんだけどね。これ、なんかまだなかなか不思議なんだけどさ。で、だからね、僕自身、それがね、あの、すごく不思議なああの思いで。だから自分もね、あの、海外いるときは、まず、カバンを手に持つときは、絶対にひったくられないようにしっかり持つ。 で、えー、周りを警戒して、こうやって、あの、顎を引いて、真顔できっと睨みながら歩く。まあこんな感じですけども、それで、まああの、危険地域放浪しても、一回もスリにも恐喝にも合わなかったですね。あの、危ないと思ったらすぐ逃げたし、あの、近くまで来られるとね、あの逃げようがないから、道聞かれても無視してダッシュですよ。はい。まあ、ここまであれやれるかどうかって皆さんには分かんないけど、 例えで言うとそういうことです。はい。自分はルールは守っているから大丈夫だと思って警戒をしていないと、こういうですね、飯塚幸三被告みたいな、あの、まあ、言い方悪いけど、ボケ老人ですよ。ね、えー。そういう人が運転する車がいきなり突っ込んでくるかもしれないわけですね。ね。こういう危機管理の状況に応じて、 今、どんな危ないやつが来るかもしれない。かもしれない運転なんて言いますけれども、歩行者、日本は保護されてますから、割と気を緩みがち。だから自分と、皆さんお子さんいる場合はですね、お子さん、ね、それからまあ親は言うこと聞かねえだろうけども、自分の親にも言うとかですね、まずそこを徹底するべきじゃないかなと思いました。はい。 ね、プラス自分が年を取ったことのことをやっぱりよく想像するべきかな僕はあの年取ってきてやっぱ疲れるとねあの怒りっぽくなってきたっていう気がしますはいあのっていうのは何でかっていうとおそらく昔より体力がないんでしょうねだからその体力がないのに気づかないでその体力が尽きているのを超えて限界超えてやってるからどん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 精神的にねあのイライラした状態になるっていうことだと思うんですけども結構ね こ、あの、つまんねえことで、こう、腹立てるようになってからじゃないと、自分が疲れてることに気がつかなかったりするんだよね。これ客観的なものです。はい。で、自分の主観的なことはね、気づかん。ね。だこれをね、やっぱ気をつけなきゃいけないと思うし、自分がこれからどん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 を取っていく。で、そこで、やっぱりね、ある程度、あの、なんか自分を客観的に評価できる、何かをやっぱ持ってないと、ほらいかんなと。 で、あと、車を、まあ、バイクはないけれども、車に関しては、あ補助的なセンサーやブレーキっていうのは、もう惜しみなくつけていこうと。ね。で、車も古くなったら、やっぱ新しく変えて、新しくするときに、やっぱそういう補助的なセンサー、自動ブレーキ、車間のね、センサーみたいなのをね、あの新しいものがつけられるとしたら、変えていかなきゃいけないんじゃねえかなっていうのはですね、あのー、本当に、 強くう、これはね、感じましたね。 じゃないと、もう、僕はね、ある程度知名度があるから、あの、しょうがないんですけど、あの、そうじゃない人たちであってもね、やっぱその、この事件っていうのがものすごく、この事件とか事故ですよねっていうのはすごくこう、日本中に衝撃を与えているので、やっぱも似たようなケースをもし起こしてしまったら、やっぱそれこそね、自分自身含めた、もう、あの、勤め先や一族、老党、すべて含めてですね、もう、謝罪しても、賠償してもしても、償いきれないような状態に、 もう追い込まれまくる。うん。だって、俺、あんま人の顔覚えられない人間だし、人の名前も全然覚えられないんですけど、この飯塚幸三被告のこの顔と、風景と名前だけは、めっちゃ覚えてるもん。あちこちで見るからね。ね。だ自分がそういう状態になってしまって、本当に悔い改めてね、刑務所も行ってですよ。で、 あの、勤め上げて出てきたとしても、で、あの、どれだけ自分が、あの、誠意を持って謝ったとしても、本人たち、遺族本人がもし許してくれたとしても、そうじゃない周りの人たちがですね、もう殺す勢いでもう攻撃してくるわけですよ。もう、殺す勢いってすごいですよ。だって、人間死ねって言われたら死んじゃうもん。これ、不思議なことに。不思議でも何でもないか。ね。だって、 俺が大学の時にね、先生の、先生連中がもうね、もう本当ダメな奴らばっかりしかいなくてね、もう奴らって言いますけど、全く尊敬できないのね、もうクズしかいなかったんですよ。で、そいつらがね、学生に対してね、1年生の最初の授業で、君たち学生っていうのはこれだけバカでクズでっていうのを、90分の授業のうち60分言うんですよ。初めて会った人からね、なんか自分たちの何を知っているのだと。 初めて会った人から、どれだけ自分たちがバカでクズかみたいなことをずっと愚痴られるんですよ。毎回、毎回。ね。そうなってくるとね、最初はなんだこいつって思ってるけど、どの教科でもどの授業でも毎回そういうこと言われてると、だん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 、まあ本当に俺たちってバカなんだな、クズなんだな、みたいな感じで落ち込んでくるんですよね。それと同じで、人間死ねって言われ続けると、A さんに言われると、B さんに言われる、C さんに言われる、D さんに言われる、 これが100人、200人、300人、1000人、1万人っていう人全員から毎日のようにね、そうやってこう、あの、死ねたの、クズだの、悪魔だのってこうずーっと言われ続けると、本当に死んじゃうからね。ね。で、そのぐらいのことをされ続けるのが確定してしまうんですよ。どうしようもない。誰も助けてくれない。ね。これはね、その、まあ、加害者を 擁護するわけじゃないけれども、今の日本、まあ、世界的なもんだと思うけど、この情報化社会の持ってる一つの弊害だよね。もう、あの、犯した罪に対する罰が、どんどん膨張していってしまうわけですよ、ね。これはね、恐ろしい。すごい恐ろしいと思った。はい。まあ、だからいい、だから悪いとかね。そういう、そうだからこの事故がね、いい悪いって言ってるわけじゃなくて、もう、 あの、司法が与える、その、責任や罰とかっていうのを、もう超えたものが世の中に存在しているんですよ。ね、そうしたものがあるというのを考えた上で、交通事故っていうのは、被害者になるよりも加害者になる方が、何万倍も簡単だし、何万倍も可能性があるっていうところを自覚した上で、今日も明日も車やバイクを運転していこうと僕は思いました。はい。 皆さん、いかがでしょうかはい。えー、っと、最後になりますけれども、えー、まあ、あの、僕、何にも宗教は入ってないので、えー、まあ、祈るとかそういう表現をですね、えー、軽々しく使いたくはないんですが、あの、今回の事故でですね、えー、亡くなられた方々のですね、えー、ご冥福をお祈りいたします。はい。もう、本当にあの、当事者の人たちとね、あの、気持ちいいな、 なり変われるわけでも共感できるわけでもないんですけども、自分は経験者ではないので、えー、記事を読んでいるとですね、胸が締め付けられる思いです。はい。なので、えー、自分にも何か、あまあ、被害者、加害者、それからこれからそういったことが起きないようにするには、 あまあ、事故というのは確率の反射できっと起きるでしょう。でそうなったときによりですね、被害を軽微なものにするにはどうしたらいいかとかですね、自分たちが加害者にならないためにはどうしたらいいか,かですね、いろんなことをちょっと考えて動画にしてみました。 あの、実刑判決が出た直後ね、やっぱいろんな記事が早々に書き立てててね、いろんな人たちがあー YouTuber も含めて、えー、数字にしようと躍起になってるのを見てあの、自分も当初はその当日にやろうと思ってたんですけども、うん、ちょっとこれ違うなと僕は思ったんですね。で、まあ自分の立場もう考えて、一回そういう人たちよみが言ってることを全てこう見てから話そうと思いました。 中にはね、やっぱその、この飯塚構造被告が、あ老人で、えー、服役に耐えきれないからあ、そのね、あの、刑は執行されないんじゃないかとか、そんなムカつくとかね、えー、あとはね、あの、引き延ばしで、控訴上告するんじゃないかとかね、そんなの許せないとかね、えー、そういう意見もたくさんあったし、それはそれで正しいとは思うんですけども、やっぱその、うん、そ,その時点で終始して止まってしまっては、あこの事故そのもの、 この悲しい事故そのものをですね、次に生かすことはできないです。はい。なので、そこはそこで論じたい人たちに任せておいてですね、僕はその次のことを考えてお話しさせていただきました。はい。もしかすると僕の動画をですね、関係者の方々ですね、の、どなったか、松永さんね、 えー、も含めてもしかしたらご覧になるかもしれないんですけども、はい。あの、僕にできることが何かありましたら、えー、いつでもお声,お声掛けいただければ幸いです。はい。えー、失礼しました。